滝選手安定勝利おめでとうございます。ありがとうございます、スコア見るとね 3-0 ね、もう30対27 3射、フルマーク1ポイントも落とさず戦い切りました。はい、ちょっと今の気持ち聞かせてもらっていいですか。そうですね、まあ本当平田選手すごい強い選手だと思ってて、まあラウンド落とすというかちょっと隙を見せたら絶対に負けると思ってたんで、自分も 100% を出さなきゃいけないなと思って、まあフィニッシュこそ最後できなかったけど、まあ自分にできることをちゃんとぶつける必要があって、で自分にできることを実際ぶつけて、その結果、まあ、勝つことができたんで、まあいい試合が自分としては一応できたかなと思ってます。いつも通りの滝のあのトリッキーなスタイルで。そうですね、やっぱそのまあいつもやっぱ試合ってどうしても緊張したりビビったりとかあるっすけど、やっぱ自分の良さをぶつけないと平田選手には絶対隙をつかれるって分かってたんで、自分をちゃんとぶつけようと思ってそうしました。まあ、平田選手はねパンチ切れるところあるんでね、プレッシャーかけながら自分の距離にはまったら綺麗に打つっていうタイプだったの、完全に滝がトリッキーなスタイルで、かつ多彩だったね今日は。そうですね、やっぱ、あれが必要だと思ったんでやりました。ああいうことをしないとやっぱ平田選手はいつでも終わらせに来る左のパンチ持ってるんで、必要だと思ってああいうことやりました。いやいやいや、インカーフとかね、アウトのね、手ついてハイキックしたり、はい、センチャイキックですね。ですね、かっこいいと思って見てましたけどね。今日はもういつもよりなんか打撃が多彩に見えて、肘もね対応して、ね、本当にオールラウンドですごい多彩なトリッキーファイト、すごい楽しく見させてもらいました。ありがとうございます。で3ラウンド目ね、突き合いからタックル、ね、取って、でツイスターへある得意の。そうですね、まあ本当は決めれたらよかったんですけど、まあ自分のあのツイスターとかも含めてやっぱり他の技もそうですけど、その有利を続ける、やっぱ支配を続けて最終的にフィニッシュにたどり着くっていうことが大事だと思っていて、まあ、本当は最後のサブミッション1本取れれば理想だったなとは思ったんですけど、やっぱこの自分の理想とする、まあ、デメトリアス・ジョンソンとかが言ってましたけど、自分の有利を続けて最終的にフィニッシュにたどり着くみたいなものを理想としてるので、まあ、そういう意味では、まあ、決めきれなかったのはちょっと残念ですけど、そういう有利を続けるっていう俺のその MMA の哲学っていうのは見せれたのかなと思います。なんかすごいしっかり喋るよねいつも。ね、やっぱ試合後でちょっとテンション高いんだと思うんだよ。もういい、もうどんどんいいよ。喋ってくれるのが一番ありがたいからね。平田選手が9位、はい、滝選手が8位、まあかね、自分よりランクの低い選手だったんですけども、まあ評価されてランキング上がっていく可能性も上がってくると思います。そうですね、いやでもやっぱ上位ランカーとの戦いね、もちろん望んでますよね。そうですね、どうなんだろう、まあ本当上の、まあ上のランカー誰もみんなが強いんで、誰とやっても不足はないと思ってるですね。今だとどうなんだろう、うん、笹選手とかなのかな、ちょうどいいのはみたいなことを思ってますけど、笹選手。まあでも全然ね、やらせてくれるっていうならタイトルマッチやらせてくれたら、ね、あと夜この後、はい、矢沢選手 と、ね、井村選手か、うん、まあその辺もねやっぱね結構今日強い選手が揃ってるから楽しみですね。そうですね、その辺と戦うどうなるんだろうっていうのが、まあ本当誰か相手でも不足はないと思ってるんで、うん、じゃあその辺を見据えて今後も、はい、今後もっと、ね、頑張っていただければと思います。じゃあ最後にカメラに向かって、はい、一言お願いします。グランドスラム今5連勝の滝井光弘です。まあここからどんどん勝ち上がってパンクラスのベルトを取って、そして世界に出るということを目標にしているので、ぜひ、僕滝光弘の名前をチェックしてもらえればと思います。ありがとうございます。滝選手ありがとうございました。ありがとうございました。